ソイコール桜井敏夫、を北朝鮮のキム・ジョン・ウン、キム・ジョン・ウン朝鮮労働党委員長、国連安全保障理事会決議による経済制裁を自力構成で乗り越えるよう国民を鼓舞してきたが、苦境は隠しようがなく貿易統計に現れている。制裁後に、 対中国貿易赤字が大幅に拡大する。対中依存が深まる皮肉な結果も浮かび上がっている。国連貿易開発会議、アンクタットが最近公表した統計に北朝鮮の2018年の輸出規模は約3億ドル、約328億円と前年比で80、 パーセント激減労働者の海外派遣だけでなく、北朝鮮の主力輸出品の石炭や鉄鋼石、海産物の輸出も禁じた17年の一連の安保理決議が直撃した形。韓国の情報機関、国、 家情報院の国会報告による今年1から10月の北朝鮮の対中貿易規模は22億4000万ドルと前年同期比で18%輸入が一方的に増えており1から10月の対中貿易赤字は18億9000万ドル対中赤字は 数年で過去最大を更新する見通しだ。農作物の不作も伝えられる中、食料の輸入に加え、一定の生活水準を保つための中国製品、輸入が欠かせず、外貨を切り崩す状態が続いている。韓国貿易協会によると、北朝鮮の貿易相手国で、 中国が占める割合は18年に91、8%に達し、これほどの対中依存は最近のこと1年には貿易相手国として最大の3、1%を占めていた日本が、6年の北朝鮮の核実験を受けて、 輸入禁止に踏み切る主な外貨獲得源だった南北経済協力事業の会場、ケソン工業団地の創業も韓国が16年に中断。打開策として禁止が注力するのが観光地区開発だ。当期間、労働新聞は今月他の国なら 廃墟と化しただろう苦難の中、世界を驚嘆させる勝利の一つとして、中部の温泉リゾート開発を挙げ、近視は東部の景、金剛山、クムガン山でも、韓国側が経済協力事業で建てた施設を撤去し、独力で再開発するよう指示。 制裁の対象外の観光に外貨獲得の活路を求めようとしている。ただ、韓国が北朝鮮観光の解禁に二の足を中国人観光客に頼らざるを得ず、中国依存からの脱却にはほど、